杉岡大輝です。20問20答いきます。4歳の時、お兄ちゃんがやってるのを見て楽しそうだなと思って始めました。サッカーを楽しんでやることが一番成長につながると思います。出身地は東京都足立区です。こち亀が葛飾区にあるんで近いです。僕の家から。家族で旅行に行ったことですかね。はい。実家でゆっくり寝てましたね。はい。10時ぐらいに寝ました。ラチェンスムージーさんはよくお世話になってます。健康的で美味しいです。ありません。生姜焼き？生姜焼き？焼肉、寿司、ラーメン全部食べたいです。自分と気が合う女性が一番です。チームメイトに勧められてウォーキングデッドをちょっと見始めました。ゴルフはたまにやってます。あとサプリメント結構取ってますかね。全部波です。あんまりできないです。山田くんですかね。全部やってくれそうなんで任せます。北陸の方になんか海鮮美味しいんで金沢は行ったことあるんですけど他にも行きたいと思ってます。睡眠ゆっくりしたいですね。毎日できなかったら嫌なんで特に決めてないです。同級生の新潟の高選手はプロに入ってまだやったことがないんでようやくやれるかなと思ってます。まあ、左足のキックだったりチームを助けるプレーを見てほしいです。全試合出場を目標に怪我せず病気せず頑張りたいです。今年もたくさんの応援をよろしくお願いします。絶対に上に行きます。